本城長英は、戦国時代の武蔵国本城の武士。通称は、越前守る。本城越前守る長英は、小玉等の着流であり、本州化を継いだ本城陣への最も末裔とされる武士である。したがって、系統分類としては、自家系本城氏である。本城氏の系図が複数存在していることもあって、 時計から長英までの系譜の流れは不明であり、謎が多い人物である。推し上司となった成田氏の家臣とあり、生きた時代は戦国期と見られる。天正十年成田家文元朝には、五家門永楽戦艦文本城越前守る長英と、ある。また、新編武蔵風土紀行には長英に関する記述が見られるが、これは、本城の武のことを誤って長英と、 記述してしまった可能性があり、信憑性の高い伝承とは言えない。また、これほどの所領を有していて、資料が少ないのも謎である。戦国期以前より、小玉統計本城氏は、代々上杉氏の一族に仕えてきたが、戦国期になると、武蔵国北部で、成田氏の力が増し、その過程で、本城氏の一族の中にも、成田氏の家臣となった一団が生じたものとみられ、 それが長栄だったと考えられる。当時、本庄氏の同族である小玉氏が、成田氏によって滅ぼされ、本庄氏一族の間に衝撃が走ったものと考えられる。これがきっかけとなって、滅ぼされないための対策の一環として、長栄を成田氏の家臣にしたと考えられる。時代は下って、本城城を築いた、本庄た忠の時代となるが、上杉家文書、 石幕注文の中に、永禄四年三月、上杉謙信が、御法上氏の居城である、小田原城へ攻め寄せた折、本庄左衛門佐は、押城主成田氏に所属し、同左衛門の三郎は、足利にいる長尾氏に所属して、小田原城攻めに参加した。とあり、戦国時代に、本城氏一族の中に、成田氏の家臣となっている一団があったことを示している。また、 本城三郎なる人物は足利から進軍したとあるから、本城氏が武蔵区により東北の方にも展開していたことがわかる。ありがとうございます。